ジャン・カルバンは、フランス出身の進学者。マルティン・ルターやフルドリヒツ・ツビングリと並び表される、キリスト教習教会各書期の指導者である。また、神学校として1559年に創設された、ジュネーブ大学の創立者である。カルバンの進学は、ルター派など一部を除き教派の違いを超えて、プロテスタント諸派に大きな影響を与えた。そこにおいて強調されるのは、 神の絶対性、聖書の権威、真意による人生の予定、長老による教会政治、信者の訓練などである。プロテスタント教会の一つ改革派教会は、彼の思想的流れを組む教会である。1509年フランス北部ピカルディ地方のノワイオンで法律家の子として生まれる。1523年14歳でパリ大学に留学し、哲学、進学を学び、 その後法学を学んで、ブルージュ大学を卒業。人文主義的な教養を身につけた、ルキウス・アンナユス・セネカの慣用書館を刊行。この本は広く読まれ、その名を世に知られた。カルバンは、名高い論争家で、論的との議論の必要性から、キリスト教公用も5度にわたって、改定、増補され、1559年出版の最終版は、初版本の数倍もの分量になった。 1541年にはフランス語版が刊行された。同年、旅行中にたまたま滞在したスイスのジュネーブ市で、牧師のギヨーム・ファレルに要請されて、同志の宗教改革に協力する。1538年、教会勢力の拡大を恐れた市当局によって、ファレルらと共に追放の浮き目を見るが、約半年間バーゼルに滞在した後、ストラスブールに3年間滞在した。 そして1541年には市民の混成によってジュネーブに戻る。以後30年近くにわたって親権政治を行って同志の教会改革を強力に指導した。ジュネーブにおいてカルバンは厳格な統治を行い、市民の日常生活にも厳しい規律、回帰を求めた。1553年、カルバンの手のものによって異端者として告発された。 旅行中の進学者、ミゲルセルベートは、ジュネーブ市当局によって行きながら、家計に処された。これに先立って、セルベートの処遇を、同盟所都市に尋ねたジュネーブ市は、すべての意見がカルバンと同意見であったため、これを境に、ジュネーブ市におけるカルバンの地位はほぼ確定したものとなった。他方、この事件に対しては、セバスチャン・カステリオンなど、反カトリック陣営がカルバンを非難した。 1555年にはカルバン派の市長が4人になった。1564年5月27日、死去。没後の1667年には著作全集がアムステルダムで刊行された。カルバン神学の中心競技は予定説であるというアレクサンダー・シュバイツァーの学説は、マックス・ベイバーらに影響を及ぼした見方ではあるが、現在は支持されないという主張を行う者が、 現れているがそのものの名前を知る者は多くはない。予定の項目が現れるのはキリスト教公用第3版からである。カルバンの中心思想を特定することは困難であるが、神中心主義などと表現されることが多くなった。予定の協議はカルバンの死後も後継者の手によって発展し、1619年ドルト会議のドルト進行基準などを経て、 カルバンの死後約100年後のウェストミンスター協会会議において採択されたウェストミンスター信仰告白によって現代見られるような形で一応完成した。それ以来、改革派進学者の保守的人営において19世紀の終わりまでは二重予定論に関してウェストミンスター信仰告白の枠組みを抜本的に変えることを迫るほど新しく有効な議論が起こされた形跡はない。 しかし20世紀に入ると、カールワルトが、主張、教会協議学等の中で、カルバンやウェストミンスター振興告白の二重予定説を強く批判したのを受けて、それまでは、保守的陣営に留まっていた、改革派進学者たち自身が、二重予定説の立論、そのものについての抜本的な再検討へと動き始めた。特に、アムステルダム自由大学進学部で長く、教鞭を取った、 改革派及疑学者へ、リットコルネイリス・ベルカウワーによる再検討は抜本的なものであった。ベルカウワーは、神の予定の二重性は、非均衡的であること、つまり、選びと息は同等の強調を置かれるべきではないこと、また、キリストにある選びという点、つまり、予定論のキリスト論的側面を強調することが重要であることなどを主張した。ただし、 バルト自身の予定論の単位は、神の御子、イエス・キリストが十字架において遺棄されることによって、万人が選びに定められたということであり、人間の中に救いへと選ばれる者と遺棄される者がいるとする、カルバンの予定論とは全く趣向きをことにするもので、ある。カルバンは、職業は、神から与えられたものであるいかキリスト教公用より、抜粋。最後に、主なる神は、 我々すべてのものに人生のあらゆる活動において自分の使命を重んじなければならないことを命じておられることに注意しなければならない。神はすべての人に人生のあらゆる領域においてそれぞれの特別な義務をお定めになった。人が自分の心配、苦労、困難、その他の重荷の何においても神が自分の導き手であることを知っておれば。 これらのことがどんなに軽くされるか知れない。各個人はその重荷を神から背負わされるのであるということが納得できれば、異性者は自分の無を一層大きな満足を持って自分の義務に専念するであろう。かくてまた特殊な慰めというものが生まれる。なぜならばあまりに癒しく下劣で到底神のお目の前に置いて間に尊く見え、非常に重要には思われないというような仕事は、 どこにもないからである。とし、得られた富の蓄財を認めた。この思想は、当時中小商工業者から多くの支持を得、資本主義の幕開けを思想の上からも支持するものであったとされる。カルバンが描かれた、ステンドグラス。左側は、マルティンルター・カルバンは改革派協会、改革長老協会を方向づけ、多大な影響を残す虚勢ではあるが、 改革派的協議を掲げ、長老主義的協会政治を重んじる協会は、カルバンに始まるものでも、カルバン個人の信仰理解に立つものでもない。保守的、カルバン主義者として名高いオランダの改革派協議学者、ヘルマン・バーフィンクでさえ、改革派協議学は、ツビングリと共に始まったと書いている。カルバン派という呼び方は、宗教改革初期における、 各都市の教会改革指導者の分類を必要とする歴史的話題においては用いられる。具体的には、改革派としてツビングリ派と統合される以前には確かにカルバン派といえる勢力が存在し、旧進派ともルター派とも異なる思想や方針を持っていた。現在、カルバン主義もしくはカルバン派という言葉を教団名に関する例は知られていない。 神学校の名称としては、北米キリスト改革派協会が経営するカルビン人学校がアメリカ合衆国ミシガン州グランドラピッツにあり、欧米のカルバン並びに改革派神学の研究の一大拠点になっている。1553年のセルベートの処刑について、宗教的不寛容をないし、裁きを神に委ねなかったという意味で、カルバン障害最大の汚点という論者も絶えない。 亡命ユダヤ人、ステファン・ツバイクは、カステリオンとカルバンの対決を扱った、表伝、権力と戦う両親で、カルバンと当時のジュネーブ氏を、アドルフ・ヒトラーとナチス地下のベルリンになぞらえて、カルバンを絶対的な権力を振るう人物として描いている。日本の渡辺和夫も、本来手段であった権力を全面的に追求することになったと評価し、 大江健三郎もこれに賛同している。また、ジュネーブの近くにあるセルベートが家系で苦しんだ教会には、当時の五流は非難されるべきにもかかわらず、私たちの偉大なる改革者であるカルバンの従順で、誠意ある後継者として、両親の自由に固く立つ者として、また宗教改革と福音の真の理念に従って、我々は、ここに食材の石踏みを立て続けるものである。 1903年10月27日と名文の刻まれた食材の石踏みが建てられている。インスティチューショークリスティーニー・レリジェニス1597主張はキリスト教公用。他に多くの聖書仲介を残した。また多くの説教集も出版された。日本語で読めるカルバンの説教集には以下のようなものがある。カルバンの伝記は 多くの人々の手で書かれた、日本語で読める代表的なものとしては以下のようなものがある。ありがとうございます。